例えば桜坂だと、えー、っとね、愛はいつも愛のままでっていうフレーズが多分一番最初に出てきたんだと思う。うん、僕の記憶では。桜とかじゃなくて。あ、でもね、桜坂、桜坂っていう歌を作ろうっていうのは決まってたんだけど、<ー>コンセプトとして。でもコンセプトとして桜坂っていう歌を作ろうというのは決まっていたけれども、うん、歌詞を書き始めた時に最初に出てきたキーワードっていうものは、愛はいつも 愛は今も愛のままでか。うんうん、夢は今も夢のままで。うん、っていう。多分そういった言葉が最初に出てきた。うん、で、桜坂っていう、えー、テーマ。うん、キーワードは、今言った言葉。これは一体どういう歌なんだっていう。自分が自分にオファーを出す。うんうん、自分が自分に大切りをするっていう状態。で、この今回のクスノは、我が魂は、 ふるさとへ帰るっていう、大喜利が5年前から始まってたんですよ、自分の中で。で、ヒューマンというアルバムを作っていく中で、いや、これは、我が魂は、ふるさとへ帰るって歌じゃないと。じゃあ何だろう我が魂何なんだろうって思って、ま,ね、まあ、大喜利が当然そのかそ<う>作詞大喜利が始まるんですけど、ええええ 我が魂が、いや、これなんか自分の歌としては我が魂は、自分の魂っていう風な歌じゃないな、これっていうのがだんだん作っていく中で、生まれてきて、あの、だんだんフォーカスピントが合ってくるんですけども、そういえば、あの被爆のクスノキの歌を、 ずっと作ろうと思ってたけど、これまた全く手につけてな、手をつけてなかったなと思って。じゃあ、この我が魂を、被爆クスノキの立ち位置で、うん、あの、あの生命体の魂として書いてみようかなっていうコンセプトが決まったら、ものの30分くらいバーっと描けちゃう,うパ。パズルのピースがはまるというか、うんうん こういうことだったんだ。これが言いたかったんだ。これなら言えるんだ。っていうことでパッパッパパパッともうすぐかけちゃうんだよね。もう、決まっちゃえば。そうか、うん、うん、そうか。我が魂は、ふるさとって帰るんではなく、我が魂はこの土に根差し、決して朽ちずに、決して倒れずに、なんだ。っていうのが、出てからはもう、かなり早かったですね。でこれがやっぱ一曲目なんだ。ヒューマンの前に来るんだ。 いわゆるその、渋谷さんの言葉を借りると、肉体性という、あの、さっきも言いましたけど、そのヒューマンという言葉は、ある種、福山雅治ではなくても、歌うことを作ることは可能かもしれない。だけど、楠すという言葉に関、という歌に関して言うと、これは、多分、福山雅治というシンガーソングライターじゃないと、出てこないだろうなと。歌はないだろうな、みたいなことを、今度はまあ、セルフプロデュースの、あの、 まあ、福山正春が福山正春に大喜利をやるわけなんで、やるわけなんですけども、なんかあるでしょ、なんかあるでしょうっていうことで、生まれてきた曲ですよね。俺がじゃあ一番最後に録音した曲いや、そんなことないあ、違うんですかまた他の曲も途中にあるんだけど、アルバム制作の中盤ぐらいかな、う。ん でもこれでも一気にこう見えてきた感じのこうそ,う、ね、そうですね。このクスノキっていう歌ができてからは、クスノキ、ヒューマンがあって、赤月があって、この2曲は去年のほら年末のライブでもあったじゃないですか。この2曲と、クスノキっていうこの歌ができたことによって、 あ、もうちょっと音楽的に遊んでいいんだなっていう、余裕も生まれましたよね、制作の中で。あ、もういわゆるこう、縦軸がバチッとできたんで。うん。歌詞も音楽的な部分も、他の曲はもうちょっと遊んでいいなっていう。まあ、うん、だからそれこそそのトリビーしかり、<う>まあ、まだかけてないんでなんとか言いませんけど、チェリーしかり。そうなんですうへ それは周りのスタッフもびっくりするでしょうね。急にこんなのができた、ボンって出てきたのね。うん、今まで、その,ううの。ゴーストライターかもしくはパクリかですね。<laughs> いやいやいや <laughs> どっちでもいいイメージじゃないんですよ、それね。<laughs> だからヒューマンの前に、何回いる何回いると思って、もう一曲やっぱ、ちょっとこう足した方がいいかなっていうので、このプレリュードっていうのをちょっとその、作って、はい、いや、でも、その前にさらにいるな、みたいな。うん,うん。だったと思う。 いや、でも、プラリューの方が後だったかな。うん、ちょっとその辺ちょっと曖昧なんですけども。うん,うん。なるほど。ちょっと話長くなりましたけども。はい。レコーディング時代は結構あっさりとできたんですかこれって。あ、レコーディングは早いもんですよ。こう、あの、アキラさんがやったワンテイク目のピアノですから。お、うん、で、最初テストでちょっと音のチェックでやって、まあ、それはまあ、音の調整を途中でしてたんで、テイクとしては、使えないテイクなので。うん、で、じゃあ、本ちゃん撮りましょうか。つって、本ちゃん、ワンテイク目。で、ツーテイク撮って、 その、ワンテイク目がこの、テイクなので。で、最初はね、ギターも実は全編入ってたんですよ。<ー>まあ入れてるんですけど、トラック、チャンネルとしてミュートしてるだけなので、あのー、やっぱりピアノだけの方がいいなっていうことになんか最終的になって。なったんです、ね、うん。<ー>あの、ギターでも全然弾けるんですよ。これ。だっ最初でもテープはね、ギターで作った 最初、こういう風にデモテープ作ってて、まあギターも一緒に、みたいなことをこやってたんだけど、うん、なんかちょっといらないなと思って、それはまあミュートして、感想とエンディングだけアコギを弾いたという。う まあそんなサウンド。<う>まあサウンドはね、うもうサウンドは本当にほぼ独唱のような感じで考えていたので。うん,うん、いや、だからなんかこうマイクの前に一人でこう、別にくすぬの,のようにじゃないんでしょうけど、立ってこう歌ってるふ山まさんの光景がこう、わーっと浮かんできて。さらば、そのようやいいち。<laughs> <laughs> ボーっていう感じの子。<laughs> ボーそういうこうね、かっこ読書みたいな歌うまかったね。あの昨日も VTR、ね、です、ねえー、やってましたね。